皆さんこんにちは。早速ですが、あなたは知っていますか？ほとんどの女性は特別扱いをされるのが大好きなんですよ。ちなみに、あなたの気になる女性の年齢を想像してみてください。10代20代の女性なら普通にチヤホヤされているかもしれませんが、年を重ねるごとに大切にされるという実体験が減っていくのが女性の現実だから、30代40代の女性こそ本当はすごく特別扱いされることに敏感なんです。ぜひ年齢に関係なく、いつでも女性をチヤホヤしてあげてほしいものです。好きな男性に唐突に優しい言葉をかけられたり、優しいことをされると女性はキュンってしちゃうものなんですよね。相手が好きじゃない男性ならあまり嬉しいとは思えないかもしれませんが、気になる年上の男性にやってもらえたらさすがだなってうっとりするし、気になる年下男性にやってもらっても意外なギャップにドキッとしちゃうこと間違いなし。さて、それではどんな特別扱いをしてもらえると女性は嬉しくなっちゃうのか、今日はご紹介していきますね。そんな行為恥ずかしくてできないよとか、いつも特別扱いしているつもりなのに全然響かないなど、いろんな感想が出てくるかもしれません。あなたのそんな素直な気持ち、ぜひコメントで教えてくださいね。1. 何もない日のサプライズ。特別な日の特別なプレゼントは皆さん今現在も普通に行っていると思います。例えばプレゼントといえば誕生日、女性の誕生日には女性自身も何かもらえるかなとか、何かサプライズしてくれるかなって期待して心の準備をしています。なのでその分、男性にとっては何をするか何をあげるかがハードルが高いものになってしまうことが多いですよね。その反面、普段の何もない日に突然プレゼントやサプライズをすると、女性は気持ちの準備をしていなかったせいでかなりびっくりします。だからたとえ大きなものでなくても高価なものでなくても簡単に嬉しいって気持ちになりやすいんですよね。疲れてるよねと思ったらコンビニで甘いものを買っておいたり、ダイエット中ならば甘いものは避けてヘルシーなものにする気遣いをしたり、また物以外でも同じです。女性が今日ちょっと仕事遅くなった、疲れたという時に、職場まで迎えに来てるよ、家まで送るよなんて突然言われたらびっくりしちゃうし嬉しいって思っちゃうんです。勤務先から家までが遠い女性だったらなおさらだし、地域によっては大荒れの天気の時、頼んでもいないのに心配して来てくれる男性がいたらすっごく嬉しくなってしまいます。最近なら地震や台風があった時とかにすぐ LINE やメールで大丈夫？と連絡してくれると、不安になっている女性としてはすごく安心につながります。大事にされてるっていう実感にもつながるんですよね。そしてさらに女性にとって良い意味で引っかかるポイントは、これ他の人にもやってるのかなという点です。男性が誰にでも同じようにするただの親切な人なのか、私にだけやってくれる私専用の特別扱いの行為なのかで、全く女性の受け取り方が違ってきますよね。君にだけだよとわざわざ言うものではないので何も言わなくていいのですが、もし女性になんでこんなことしてくれるのと聞かれたら、時には素直に心配だったからとか気になったからと伝えてください。そして俺がやりたくてやってるだけだから嫌だったら言ってねとでもさらっと言っておきましょう。2. 自分だけに見せる姿がある。女性はプレミア感が大好物です。気になる男性にみんなに見せる顔とたった一人にしか見せない顔があった場合、それを自分だけが知っていることでとてつもない優越感に浸ります。どういう意味かわかりますか？つまりみんなの前ではいつも元気に前向きという男性の表の姿があったとします。でも自分の前でだけは少し甘えたり弱音を吐いたりちょっと愚痴ってみたりする裏の姿がある。その姿を知っているのはもちろん私だけという状況です。これもある意味特別扱いの一つだと言えるんです。だって特別に私にしか見せない姿があるということですからね。例えば2つのパターンを比べてみましょう。1. 男性は笑顔で A さんの話を楽しそうに聞いています。 2. 男性は真剣な話を親密に B さんに聞いてもらっています。どちらの方が心を開いている相手だと思いますか？社交辞令だったら2はないと思いますよね。自分の辛い部分を見せることができる相手こそが本当に心を開いている存在だと言えます。
なので、もしあなたに気がある女性がいれば、その人は必ず自分には弱音を吐いてほしいと思っているのですよ。もちろん、ずっと元気に明るく楽しく話している姿も好きだとは思いますが、もっとプレミアムなことは意外な姿をさらけ出してくれることなんですよね。そして、こんな話できるの君だけだ、聞いてくれてありがとうってボソッと言ってもらえた時には、女性の心はキュッと切なくなって、同時に優越感に満たされるのです。 3. 堂々と振り回される。この題名を見た瞬間、それは無理だと思った男性もいるかもしれません。ちょっと言い方を変えましょうか。例えば、不安定な女性の心情にとことん寄り添ってくれるという言い方にしましょう。女性は感情が豊かに変化する生き物です。だからすぐに気が変わったり、昨日と違うことを言い出したりするのは日常茶飯事。その状況に振り回されてるって嫌になる男性だと、すぐに女性から心も体も離れてしまうかもしれませんが、相手が本当に好きな女性ならば、ぜひもう少し違う視点で見て寄り添ってあげるべきだと思います。世の男性全員が女性の激しい心の浮き沈みを理解し受け止めてあげられるわけではないのが現実。誰だって他人の気持ちを 100% 理解するのは難しいし、途中で面倒くさいなって思っちゃうのもとってもわかります。ただ女性自身もそれは分かっているのです。なんでこんなに落ち込んでいるのか自分でもわかんない、でも分かってもらいたいというふうに自己嫌悪になる女性だっているんですよ。もしあなたがそんな女性の気持ちの落ち込みに気づき、あえて何も言わずにそばにいてあげるだとか、あえて用事があるふりをして一人にしてあげるだとか、とことん話を聞いてあげるだとか、女性の求めるケア方法で対処してあげられると本当に素敵ですし、女性も少し救われるんです。だからそんな時は、相手の女性が何を求めているのかを察する力が必要になります。その力を得るためには、やはりより多くの時間を一緒に過ごし、相手の性格を理解することが大事。この人、私にとことん振り回されてるのに文句一つ言わない、全然離れていかない、なんか安心する。女性がそう思える状況がとてつもなくビッグな特別扱いを受けている結果だと言えますね。4. 日常の中でのさりげない配慮。日常生活の中でさりげない配慮が自然とできる男性に女性はキュンとします。例えば、エレベーターの扉を押さえたり、お店のドアを入る時も同様に自然とお先にどうぞとできる姿はとても素敵です。また満員電車が苦手な女性は多いですよね。満員電車や満員のエレベーターで周りから守ってくれる配慮もとっても素敵です。苦手だと思ってるんじゃないかなとか、自分から言い出せずにいるけど本当はこう思っているのではないかなという女性の気持ちを考えて動くことができると、それが自然と日常の配慮につながっていきます。例えば、手がいっぱいになっていれば荷物をさっと持ってあげたり、食事中お水がなくなっていれば入れてあげたり、あえて誰かにやってもらわないといけないようなことでなくても、女性が自分で動く前にあなたがそっと手を差し伸べてあげると、それは女性にとっては間違いなく特別扱いになるのです。以上、気になる男性にされると嬉しい特別扱いについてご紹介しました。普段あまり女性と接する生活をしていないという男性は、女性の気持ちを察するということ自体がとてもハードルの高いことだと思えるでしょう。逆に、例えば女姉妹が多い男性だと、小さい頃から女性に囲まれて生活しているので自然と女心が分かってしまうみたいな違いもありますよね。でも誰だって何歳になっても女心をしっかり察する能力は身につけることができます。そのためにも大事なのは、いろんな女性と接して固定観念を捨てることです。例えば、今日紹介した4つの行為についても、特別扱いが好きな人は多いのは確実ですが、中には特別扱いされるのが苦手という性格の女性だって絶対いるんです。それは本当に仕方のないこと。もしそんな女性に出会った時に、特別扱いしてあげたのに嫌なの？変わってるね、じゃなくて、そうか、君は嫌だと思うんだねと、一つの個性として受け止める柔軟性をあなたには養ってもらいたいのです。そうすれば、どんな女性とどんなシーンでも、どんな困難にぶつかったとしても乗り越えていける本当に貴重ないい男になれるのですよ。いろんなお話を参考にして、
たくさんの経験をして心の柔軟性を高めていってもらえれば嬉しいです。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。